こんにちは、桑原梢です。今日は上原愛さんがディフォンス旭川にロミロミを体験しに来てくださっています。ロミロミ受けていただけるっていうお話を伺った時から本当にすごい楽しみにしてたので、これから施術させていただけるの本当に楽しみです。ロミロミを施術している時に上原さんの体のメンテナンス方法とか、あと癒しや胃の秘訣についても伺えたらなと思っていますので、楽しみにしていてください。行ってきます。ロミロミは今まで受けられたことはありますか？初めてだと思います。でもアロママッサージは結構私よく週1ぐらいで行くんですけど。あ、そんなに頻繁に行かれるんですね。そうですね、家に呼んだりもしますね結構。あ、そうなんですね。ロミロミも痛みとかくすぐったさとかを感じづらくて、リンパの流れを、流していたり血行を良くしたりというところで感じていただければなと思っております。はい、と施術のですねオイルに精油を入れていくことはできるんですが、お好きな香りとかありますか？なんか結構いつもラベンダー系を選ぶことが多くて、でなんか疲れがやっぱすごいので疲れが取れるやつをいつも選んでます。ラベンダーにちょっと先ほどスッキリ系がということで今日は、お話しされていたので、やっぱローズマリーとレモングラスをでは、入れていきたいと思いますので、お願いします。ロミロミは普通のアロママッサージと違うんですか？ロミロミはですね、そうですね、ちょっと前腕とかを使うのが特徴になっていて、広い範囲でこうほぐしたりとか流していくのが特徴になってるんですよね。すごい、腕全体でやってるから。そうですね、あ、気持ちいいですか？よかったです、こういう感じでちょっと前半でほぐしていくのが特徴になっていて、なんか手じゃ手じゃないから痛くないですね。そうなんですね。背が結構ね、指が細かったりとか、なんかグッて入って痛かったりとか。そうなんですね、指の太さでね、ありますよね、こういうちょっと際から剥がしたりするところ若干顔じわにも似ているかなっていう気が。確かに。はい、で、老廃物を流していくっていう。やばい、寝ちゃいそう。マッサージの時寝ない試しがないぐらいいつも寝ちゃうんですよ。そうなんですね、お肌のために普段気をつけてらっしゃることとかはあるんですか？なんかゴシゴシ洗わないとか、体だから、なんか使わないですね、あまり手で洗ってますけど。そう、泡で出てくるやつを手で洗って、お食事とかもね、先ほどもお話しされてましたが、お野菜が結構取れる。なんか
ったな。ご飯食べる前にキャベツ食べて、からご飯食べるとか、あと玄米にしてますね、白米じゃなくて。玄米にしてるんですね。うん、もう炊いてらっしゃるんですか、自身で。炊いて、なんか冷凍しといてます、いっぱい。するということだったんですけど、愛さんも普段頑張られているそのスケジュールで、ね、それに多分体のメンテナンスっていうのは、うん、そちらのマッサージとか美容針とか、そうですね、はい、まあ、何かも他にもあったりしますか。 あと、はい、なんか機械使うマッサージも結構やってます。マッサージっていうか流すやつ。機械使って流すんですよ。うん、なんかあのインディバーとかあるじゃないですか。はい。ああいう系もよくキャビテーションとか。もうたまにやりますね。ご自身でもされるんですか。結構しますね。足は特に、足と腕は特に。自分でこうオイルとかを使ってマッサージ、ボディオイルとか、はい、ボディクリーム塗るついでに流してますね、はい、そうなんですね。やっぱりね、綺麗にされてるのね、そういうわけね、あるんですね。でもなんか疲れた時結構マッサージ呼ぶから、マッサージ癒しですね、割と。お仕事で疲れたなとか、もうちょっと頑張ろうみたいな時に考えるのはマッサージだったりとか、これ、うん、これが終わったらマッサージ行くぞみたいな感じ。あ、多いですね。なんか旅行とか行っても絶対呼んじゃうし。そうなんですね。嬉しいですね。何か届くで怒ってらっしゃるんですね。そうなんですよね。中国はいつぐらいからとかあるんですか。なんかずっとですね。そうなんですか。ここを流してもらって、はい、何よりいかがですか。すごい気持ちいいです。嬉しい。よかったですね。寝そうですもん、どうやって。先ほど多分疲れてると思うから、はい、本当にありがたいです。そうですね、移動もありましたし、ございます。ロミロミ、はい、ロミロミはいかがでしたか。すごい気持ちよかったです。なんか指だけじゃないからグッて入らなすぎて、はい、ちょうどよくて、はい、ここがすごい気持ちいいですね。マッサージすると、ありがとうございます。初めて聞いた。本当ですか、はい、あ、嬉しいです。あのハワイの、もともとハワイの伝統的なリラクゼーションで、はい、
結構ネイティブ あのハワイアンに伝わってたあの王族の人たちが受けてたものなんですけど、はい、それがその、まあ、あの日本の方にも伝わってということで、うん、はい、すごいなんか、ね、トレーニングして、はい、のみらみを受けたら、うん、なんか一日で、そうですね、体の疲れが取れそうですね。はい、ありがとうございます。はい、いや本当にあの愛さんにねあのロミロミするのすっごい楽しみにしたので、はい、もう本当受けていただけて嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございます。